え、どうも、お疲れ様でございます。えー、今回ですね、リハックがまたやってくれましたね。ものすごくフランクなね、なんか合コンというか、なんか大学生が、なんか合宿が終わって、その後、なんかファミリースでね、ダベっていたりとか、たまり場に集まって、ちょっとこうね、えー、喋りまくってるところ、なんかそんなの思い出しましたね。 まあ私もね、学生時代、もう30年ほど前になりますけどもあの、軽音楽部に入っていて、いろんなね、曲を作ったりとか、ライブ行ったりとかしてたわけですけども、それが終わると、まあ、打ち上げと称して、大体私のね、えー、大学前のマンションの方に入ってですね、まあ、そこで、えー、バンドメンバーとかね、ファンの方とこう似たり寄ったりのやつらが、グルーピーが揃って、雑談したもんですけども、まあ、そんなノリを感じたかなと。でもままああのの集まったメンバーのね 顔ぶれ見ても分かるようにあの歯にぬ着せぬというかね、うん、毒舌もありしかもその毒舌にあのなかなかねおしゃれに返す、まあ、石丸真二ありということで結構ね賢いあのやり取りが見れたんじゃないかなとおなんとですね5時間ですよ前半後半込みでいやーちょっと長かったですよねいくらぐらいスーパーチャット集まったんでしょうかで今放送がたった今終わったとこなんですよ あの深夜2時ぐらいに終わってそれをずっと見ていたんですけどももうね今ねそれぞれ65万再生51万再生というふうに <laughs> いやもうとてつもないですよこんな深夜にねいきなり始めたあの長時間番組朝まで生テレビみたいなのにこれだけの人がね視聴しているという,もう私もその一人なんですけどもこの2つのリハックの動画はねなかなか面白いのとやっぱすごいのはあの例えばね石丸慎二さんの インタビューとか、ね、結構物議を醸し出したりとか、石丸公文とか出てるでしょで、切り抜きがあったりとか、石丸は創価学会とか統一協会のなんか回し者だとかね、自民党の一部だみたいなことがね、言われてたりしますけども、それも全部ね、ネタの中に入ってるんですよ、今回の放送の。<laughs> いや、あの、ずっとね、地元で、えー、石丸さんのことを見ていたね、私とかからするとね、あの、アクセス稼ぐために、まあ、少しでもね、本当に1ミリでも、 関係性があったらそれを持ち出してスクープみたいにねでっち上げたいのは分かるんですけどもまあこうやってねもうすぐにネタにされているというねなかなか面白いなというところがありましたえ緊急生配信といいますけども別にね YouTube なんで緊急じゃなくても何でもいいんですけどねよく動画をねあの見ていると冒頭であのすいません緊急で動画回してるんですけどみたいなねことを言いますけども全然緊急じゃねえよと しかも動画を回してるって何なんだよとかね、いつも思いながら見てしまうんですけども、まあそれと似たようなもんで、リハックの中でもかなり砕けた番組で、しかもね、やっぱりあのトークが賢いですね、すごく。いや、私がね、自分の頭がいいからこうやって賢い人の動画を見抜けるんだって言うつもりはないんですけども、やっぱりね、あの会話のレベルってあるわけですよ。うんでであまりにもトンチンカンで 低レベルだとあの会話が成り立たないんで、賢い人は平気気して、もう、はいはいって、あのー、すぐ飛ばしたくなるんですよね、まあ、そういうのは確かにあるなと思ってね、まあ、私も、まあ、あの賢い会話ができるように気をつけないといけないなと思うわけなんですけども、うん、でもやっぱり、皆さんも感じてると思いますけども、あまりにも会話のレベルとか、知識のレベルがかけ離れてると、成り立たないじゃないですか、コミュニケーションって。 降りて、噛み砕いて話さなくちゃいけないんで聞いてる方は勉強になるんですけども、うん、でもね賢い人っていうのは時間の無駄にしか思えなくってしまいに腹が立ってくるらしいんですよねいやーまあですんでコミュニケーションを取る際は目の前の方のねあの前提知識がどのぐらいあるのかってこともちゃんと着目していかないと口を開けてぼーっとねああなるほどなるほどって聞いてるだけになっちゃうんですよね。 まあそうなると会話というよりも単なる講演会に来た人みたいになっちゃうんで入場料出さなくちゃいけなくなっちゃいますんでね。まああの私の話はそのぐらいにしときまして動画概要欄にこの2つのね動画の URL つけておきますので長いですけどもね倍速で聞いてもまあ軽く2時間3時間かかっちゃいますけどもうんまあ賢い人同士の会話はこういうもんなんだなっていうふうに参考になるんじゃないかなと思います。うん、しかも途中ね出前とか頼んだりとかね あのまあ、成田さんっていう人が出てるんですけどもこの人は放送中止になった缶酎ハイかなんかの CM のその缶酎ハイ飲みながらね皮肉たっぷりにお話してるところとかね、えー、なかなか秀逸でございますはいじゃあ今回は以上ですね是非、えー、動画の方をご覧ください